トビガーが、キサラギさん、キサラギさん、キッチョムくん、カメリアさんのチーム。で、先方が出てくるのが、ネーム見てなかった。キサラギか？キサラギさん、なるほどね。決勝戦、ジャンシーが当たって、フライパンガード、素晴らしい。あら、5番割れで。その後、鈴風、フライパン。2C6A6C 踏んで 6A タツパン 6A マミサキラ3周まで。さあ泡置き攻め、泡当たらないのが逆にいやらしい。さあ中段2回ガードしてる、素晴らしい。ジャニシー降りてきて立ち回り、さあフライパン使い切ってジャシー当たる、5番タイク 6C までつなげる。さあ5番タイクからマミサキラ飛ばしてミラクルジャンヌ、プレゼントボックスが欲しい。1個置いて宝箱マットオッパーね。さあエアペルシャからオケツマミサキラからアバキゼメからプレゼント、プレゼント。さあ勝手にね、宝箱が勝手に。さあ1個目取ったのはハシさん、2B 3シーまで。さあ5番スカシから勝利誘い、さあマミサキラ 8C2C アバアイテム装着して出てくるのはニャンコ先生、ニャンコ。さあ寝っぱなしかね、今回はあの寝っぱなしがなんかタイミングが若干違うんで、前はねすぐ起きれたんですけど、なんかね、あーまた出てくるマットオッパーで勝利すかしてエアペルシャからお尻 8C2C マミサキラ、そして出てくるな宝箱、ダメー。勝ったのはハッシーさん、これ強いっすね、このミラクルジャンヌのたそうマットオッパー。さあ出てくるのは次。面白いですね。さあ 1P 側は中堅さあ出てくるな、キッチョム君。ジャンシーから6へガードしている、ジャンシーからかぶせて、ジャンシーかぶせまくる、今回ジャンシーが当たらず、お互いのジャンシーが耐える、ジャンシーめくりから戦勝だ、落としてバット。さあタジー触りに行く、あのバックスティオンで 2D タジー先生と衝撃 6C 戦勝さん、さあまだ入る、悲惨な撃まだ死なないが最後はジャニシー。一本目取るのはキジョン軍の陣。さあ先ほどのマッドホッパーをもう一回見せてくれ。さあ爆弾が助けてくれて、さあ素晴らしい、アドリブでコンボ入れて爆弾が大きいですね、重ねてロケタイクガードしてジャンシー爆弾、あこの連携結構強いですね。さあエアペルシャ最終弾ボレバスト非衝撃、あー 2D が当たる。さあもう触られたくない、速攻でバス開いて装着アイテム 6A さあ亀味まで。さあどうする、5番あらっと、あハンマーで何も考えずに降りてきたら結構当たってくれた。さあ装着するのはプレゼントボックス、飛ばしてあんまプレゼントボックスはそんなに強くないですかね。ジャシー河原拾える、あーニャンコ先生受け身はさすがに取る、ニャンコ河原クーラゲー、さあノリノリである。最終ラウンドバースト有利なのはキチョン君、5番からフライパン中段、タッチ 2C、6A、6C 踏んで、タッチパン 6A、マミサキラ。あら、3C、泡置き攻め、あと泡が当たっちゃうが、お構いなし、コモは決めて、ジャンプ逃げ。さあ、亀足逆に背負わされてしまう。逃げて、中央、フライパン捨てて、ニャンコ先生。2C、6B から固め直し、投げを抜けて、タッチ、6B 遅らせる。タッチ、あと、D まで出せていればといったところ。あーなるほどね、ジャンシーからニャンコ先生でもう一回中断と、素晴らしい、タチから固め直し、タチまで戻って、戦勝撃、2D は空振る、
あー、ジャンシー空対空が反対として、ここでパスを。ジャンシー、相変わらず強いのかな、今回も。まあ、あんまプラチナと対戦経験ないんで、よくわかりませんが。さあ、にゃんこ先生。わー、攻められるとなかなか役に立たない。さあ、これは飛散線、落として。ニディガザレ、あーと、ジャンプが出ていたか、クラストリが、ロークシー。ウソあら、伸ばしていく。これは、飛散線。置き攻め。あ、ヒヨク、ヒヨク、まだ。さあ、画面して合わせて、オーバードライブ、ミサイル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 。あーと、ミサイル、ミサイル。さあ、最後は、あれですかね、雪風が出したかったのかな。ちょっと引っかかってしまって、キッチャム君が負けてしまう。勝ったのはハッシーさん。古田ちだいぶ前のね、サークは、まあ、プラチナ厳しいでしょう、多分前のね、結構有利点だった上りジャンビーもなくなってしまい、立ち回りでの、2B からの、ね、リターンもあんましなくなっちゃったりしたんで、で、白面側はかといえば、かと思えば白面さんはね、そう、ランダムだよ。白面もね、弱くなってるのかなと思ったら弱くなってないから。あーの。さあ、オーバードライブ。これで3本。さあ、プレゼント、とりあえずバラマン君ですが、さすがに高さが足りない。到着してるのはハンマー、コパン暴れから、マミンサーキュラー飛ばして、投げる。エアペルシャー、さして、タッシー西、マミンサーキュラー。あら、三四、青木攻め。コパンはジャンプ入れっぱが通って、さあハンマーが役に立たない。 2B から6、素晴らしい。置いといて、マミンサーキュラー、8C、ここでハンマーを使う。2回降りてきて、さあこれがクラッシュトリガーと同じガードしてしまうと割れてしまう。バリガーを張らなければダメ。さあ最後は空中キュアドット。なんか他にもあるんですかね、あのクラッシュトリガーガークラ技みたいなの他ありますかね。わかんないですよね。白面の最大ターン面もそうかなと思ったら違うんで、他にはないのかな。ああ素晴らしい、ナイス。すげえ、ったけど、え、拾えるの今回、拾え、今回は拾います。さあ投げまで、つなげ、星切りまで入っちゃって、あー、2つ目だけ当たって、これはあんまり補正が良くないジャンペア。何なんですか、3鉄の2段目。3鉄2段目は多分コパンと同じコンボ可能時間だと思うやつ。全然コンボできないし、補正もきついから全然拾えない、あの、美味しくないと思います。まあ、詳しいことは分かんないですけど、体幹ね、体幹大事っすよ、うん、あーとアギト、おーどこに当たった。アギトカウンターからアギト、アギト強い。さあもつれた時は、ジャンエイを置きましょう。多分ジャンエイ置いてても負ける時は負けるんですが、うん、まあね、白目のジャイアンもね、強いんでね、勝ち合った時に勝てるかって言ったら疑問ではある。さあ、当て身が 6D、今回は遅いんで、ミサイル当たっちゃう。ジャンシーが強い。今回は単発戦、300。結構減る。さあ、拾って、マミンサーキラー飛ばして、ちょっと置き攻め。あ、ダメ足せばされると怖い。中央に寄せていきたい。さあ、ミサイルいらん。捨てて、さあ、ちゃんと裏回って、ダメ足に寄せていく。拾ってマミンサーキュラーから、ミラクルジャンヌ出てくるのはマッドホッパー1個いて、しかしマッドホッパー助けてくれず裏切り。あと補正切れて、ここでマッドホッパー置いてボイン裏回って、あと追撃できずマッドホッパーから、あるんやで、あるんやで、さあ、あれがしたせいでユニット解放、とりあえずゲージ欲しいが、あー無限、これは疾風がね強い、もう一回出せば勝ち、確だったが、これは卑怯。しかし、オーバードライブが終わって、まだ分からない。あー、疾風。なんというクソキャラ。勝ったのは白面、カメリアさんの白面。こういうゲームか。プラチナザ・トリニティ。これは結構大事、ね、大事というか、まあ見たら結構なるほど楽できるもう学習したっつってそんな物覚えのいい人間ではない僕は。さあテレビ側は中堅コトムさんのミュウ、
さあスピガーはねカメリアさんの悪面、先ほどからあーアギト強いな、白面って感じの白面三者これからどうなる、これは素晴らしい、あーなしじゃこれは C で拾ってもう一回やる素晴らしいからクナゲは抜ける、さあ一気に体力が溶けて、もう体力がないよ、さあつむぐいじゃねえや、フルスルギリッと置いて、あのジャニシータイミングずらして、ジャニシージャニシーから三者暴れ読んでいるが 2B が届かず、どうすかから投げる素晴らしい 6A6B6C フルタッチ2C つむぐいと先より取ってビット置いて、サビット切るのもなかなか骨ということなので、無理に、切るよりかはガードしてゲージ貯めた方が全然お得ですよ。さあトスカヒットしちゃってここでバスト三振からビット置いて、ビット置いて、さあやはりね当てに取るよりかは素直にガードした方がいい気がする、やっぱりすっぱらしいなると思った、こういうゲームだった。さあ一本取ったのはカメリアさん、あの6シールのこれに3者当たるがコンミス、あれは正解は、正解はタッシーグレーとか、そうですね、タッシーグレーあればコパンで拾えると思うんで、なるほど、さあ、ごめんなさい、スヌグイをちゃんとケアしている、さあ、あれは古来からあるスヌグイ、そうだ、なるほどね、さあ、立ち前に戻して、ぐらいからあと、当て身が長い、そっか、あら、下段が続かず、中段ガード、素晴らしいが、アッパーどこ殴っているんだ、ジャニシー落として、2B が出ず、あー、強いぞ、カミリアさん、さあ、これで対処戦、お腹いっぱいになるとすげえ眠くなる。反省してまーす。さあ対称性俺もつれると失礼な話だけどね、もつれると思ってなかったんで、これなかなか。さあ 1P 側対称は、原くん、 2P 側対称のカメリアさん、これちなみに白面側はどんな感じで、僕は結構 4C を立ち回り、うん、とりあえず下がって 4C のため見せて、地上戦をね牽制くんのくんのみたいな感じで牽制して、まあ手出してたら戻して得意やると間に合う時もあるんで、なるほどね、ガショウみたいな、まあ、今回本当にその 4C 加盟で結構有利だって言ってるんで俺は、なるほどなるほど、これは立ち見 C とか、なるほど、まあ、4C 見せるの結構重要かなっていうのが俺の中であるんで、まあ、だから結構今回は有利なんじゃないかなっていうのは思うんですけど、サシャバレ本当にね 4C 加盟キャンセルが強いんです、あら投げる、タシーはガンセンサー立ち火かくってる、立ち火直下なら多分かくります、なるほどなるほど、通常でどんだけマイナスなのか分かんないんですよね、頭は何やっても当たんなかったからね、開くんじゃないの、ダッシュ 2B は当たるかもしれないけど分かんない、あー 2B 当たりそうですけどね、タシーは当たんなかったっ、さあこれが強い、あれもね 6A 出てれば多分落とせるとは思うんですが、カギト？うん。あ、オッケーオッケー、負ける負ける。負ける？負ける。負ける？うん、負ける。テーダーからのやつ？うん、負ける負ける。ガードするしかないのか？まあ、ガードになっちゃうと思うんだよね。まあさっき言ったジャイクタイクかガードかみたいな。本当になんか対戦してるとこのキャラって思うんですよね。さあバソ。ホタルが今回弱いんでね。2B 遅らせ下段みたいな感じでやると。低い姿勢だと、ホタルが当たんなくて 2D 出してる場合は、遅らせでね当て身の持続が終わってるんでカウンター取れると、なるほど、ただまあ白面のね特有の、雪風には負けるんでそこら辺ご了承ください。おーっとこれがね、これね確かに白面戦では強そう、これはワンチャン足りちゃうんじゃねえよ、これはオーバードライブとか言うんだ、できんのこれ、あーほらおっとさっきもやっていた、あーおっとこれは分からなくなったぞ急に、町田でもやっていた技が分かんなくて胴技が分かんなくてどっかで適当に闇食い入れれば勝ってたでしょっていうところでね、おっとじゃがりさあアギトから投げてただサシサシサシもうこれグレンからコパンタ8秒かかった3秒当たるぜ2シグレンジャンプシー投げ抜けるジャンプシー厳しいよこれはかなり厳しいですよ
さあ、しかゲージがない投げね。あ、ですじゃあ、入るか。おっとしゃがみにアラケンアギト、ジャンプシジャンニシアッパーからコパンコパンコパン、さあ、バサ使わせるよ、何かもう虫の息、やることねえだろ、これマリガがなくて、コパンが確定、素晴らしい。さあ、カミラさん素晴らしい。本日の優勝は、エキサラギさん、キッチョブくん、カミラさんチームです。おめでとうございまーす。いやー素晴らしい。本当、いや、強くなりましたね。俺こんなこと言い方するのもあれだけど。打ち切れてた時に全然強くなった。いやー強い。そして原くんはもう帰ってください。